さあ、はい、やってまいりました。やってまいりました。ドレミファ食堂、つぼらくない、つぼらないやつの、つぼらないやつでもできる。今回はまたひき肉使って麻婆豆腐丼を、まあ、火使わず炊飯器一つだけで作るのに、まあ、チャレンジしてみようかなと思います。よし、まあ、包丁を使う過程としてはとりあえず、まあ、ネギをみじん切りにすぐ、もうほぼ包丁使わない、このぐらいですね。完成。切っただけ。今回も活躍してもらいます。ジップロックさんです。あ、そうだ、先に材料紹介します。まあ、ジップロックは使うんですけど、まあ、今使った切ったネギと、ひき肉、豆板醤、まあ、これは、まあ、あった方がいいですね。あった方がいいとかないとならない。あとは甜麺醤。あの水溶きを入れるタイミングがね、なぜないですか。すごいね、水溶きやつ、とろみ上手。あのお酒も入れるんですね。お酒に初めにもちょっと混入させておこうという。すげえ適当に入れてます。よく混ぜてるときはそこそこのとろみが出てくれるんじゃないかなと。あ、もうなんか成功する匂いしかしない。本来は炒めなきゃいけないんですね。だから今回炒める作業しないので、全部熱の作業はあの炊飯器側に任せようと思います。超簡単じゃん。超簡単ですよ。これでできたら、こいつに豆板醤、辛さでね、うん、皆さんお好みで量を選んでもらえばと。僕はいつもね、豆板醤1の甜麺醤2ぐらい。で、あとこの鶏ガラスープですね。鶏ガラ。で、今全部入って、これにさっきとろみ醤油を溶かした酒を。それ相当とろむよ。相当とろむと思う。とろむんだ。入りました。入った。今んとこ三角コーナー。じゃあこれを米と一緒に炊きます。炊きましょう。お米1合ですね。お米1合です。それにさっきの入れます。さあこれであとはどうなるんでしょうか。炊飯します。炊飯、レッツゴー、レッツゴー。はい、これで一応麻婆豆腐の素はできてるんで、あとは豆腐を、豆腐切りやすで、こいつをいよいよ開封にします。開封を、ね、麻婆豆腐っぽい匂いしてるんですよ。いい感じではできてんじゃね。ちょっと混ぜます。いいのでは。ああ、いいのでは。入れると豆腐を投入して混ぜると、あら、あら、くしー、これ麻婆豆腐じゃん。麻婆豆腐だ。麻婆豆腐じゃん、これ。とうとうフライパンを使わなくてもできる時代がやってきてしまった。米として炊けるしね。麻婆豆腐丼ができました。できました。完成です。突如完成したからびっくりしたけど。突如完成。味見して。麻婆豆腐。うまい、うまい。素晴らしい。それ麻婆丼にしよう。ちょうどいいね。あ、いいじゃん。うまそう、うまそう。がっつりだね。これいいですよ。実質ほんとネギ切ってる時間ぐらいですかね。うん。あとはもうご飯が炊けるのと同時に麻婆豆腐丼ができてしまうという。うまそう。うまそう。はい、完成。完成です。うまそうです。炊飯器一つで麻婆豆腐丼ができました。やい、皆さんもご自宅でどうぞ作ってみてください。